シリア電子軍、またはシリア電子通信軍とは、シリアのハッカー集団のことである。政治的に、シリア大統領のバッシャール・アル・アサドを支持していることで、知られ、様々なサイトを攻撃して、アサド大統領支持のメッセージを残しており、アサド大統領からもシリア電子軍に対して、賞賛の声を送っている。シリア電子軍の歴史は、2011年5月に、 自身のウェブサイトを立ち上げたことに始まる。シリア電子軍の政治的主張はアサド政権の支持である。しかし彼らがシリア政府から支援されている組織なのかどうかについてははっきりとしていない。シリア電子軍自身はシリア内外で流されているニュースが正確ではないことに憤慨した愛国的な若者たちが自主的に立ち上げた組織であり、政府の支援はないと主張している。 しかし、シリア電子軍のウェブサイトは、2013年5月から、シリア政府がコントロールできる、国別コードトップレベルドメイン。サイから、リダイレクトできるようになっている。2011年6月、アサド大統領は、テレビで、シリア電子軍を称える演説を行っている。舞台は、シリアの市民すべての同胞からなる。若者にはこの段階で果たすべき重要な役割がある。 積極的な力を持っているためだ。そこで、電子軍、仮想現実の中の本当の軍隊がある。バッシャール・アルアサド・シリア電子軍はこれを受けて、大統領の演説で言及されたことは名誉であると、しつつ、改めて、シリア政府とは、関係がない組織であると主張した。また、実際に、シリア電子軍が、シリア政府の支援を受けているという具体的な証拠は、見つかっていない。 しかし、実際には両者に何らかの関係はあると見るものは多い。トロント大学のムンクスクールは2011年5月にシリア電子軍のサイトが公開された時から彼らを追跡調査している。調査の結果、トロント大学の研究グループはシリア政府の暗黙の支援はあるものと見られるが、実際にシリア政府が 積極的に関わっている証拠は見つからず、その可能性も低いと考えていると発表している。電子ジャーナル情報戦モニターも同様の見解である。シリア電子軍は多くのウェブサイトを攻撃することで知られている。シリア政府やアサド大統領に批判的な報道を行っている報道機関や世界中の人が利用している大規模なソーシャルネットワーキングサービスなどを中心に、 攻撃している。特に2013年に入ってから活動を活発化させている。2013年4月23日には AP 通信の公式ツイッターアカウントを則っ,ってホワイトハウスで2回の爆発がありオバマが負傷したという偽のテロ情報を流した。これによりアメリカの株式市場が混乱した。2013年8月15日にはワシントンポストや CNN など 主にアメリカの報道機関が攻撃を受け、各記事が別の記事にリダイレクトされる被害が生じた。また、記者の個人的なツイッターアカウントも乗っ取られ、偽情報が発信されるなどの被害が生じた。2013年8月28日には、ニューヨークタイムズやツイッターに攻撃を仕掛け、一時サイトにつながらなくなるなどの障害が発生した。2013年9月2日には、 アメリカ海兵隊の隊員募集サイトが攻撃を受け、シリアへの攻撃命令が出ても拒否せよと訴える、メッセージが表示されるようになった。2014年1月1日には、スカイプのソーシャルメディアが不正に、アクセスを受ける。スカイプのツイッターやフェイスブック、ブログに、Don't use Microsoft emails, they, are monitoring your accounts and selling the data to the governments. more details soon のメッセージが掲載された。ありがとうございます。